カメラサービス。初心者向け、フィルムカメラの使い方シリーズ、14回目です。コンタックスTは、高級感あふれる、振動式のコンパクトカメラです。サイズの、ゾナー 38mmF2.8 を、搭載しています。ファインダーを覗いてみます。ピントを合わせます。ピントリングです。はい。右に見えるのが、シャッタースピードです。絞りリングです。数値の横に、赤丸が点灯します。あまり低いシャッタースピードで撮影すると、ブレるので、気をつけてください。上の赤い矢印が点灯したら、露出オーバーなので、絞ってください。露出優先オートです。このボタンは、露出補正です。プラス 1.5 です。状況により、使い分けてください。このスイッチは、セルフタイマーです。オンの時は、ファインダーの中でも赤く点灯します。使い終わったら戻しましょう。暗いところでは、ストロボを使います。装着します。このダイヤルを回して、ロックします。ストロボのスイッチを入れ、チャージランプが点灯したら、撮影して OK です。シャッターを切ります。ここの緑のマークを合わせると、絞り F8 で、被写界深度は2メートルから無限遠まで、ピントが合います。巻き上げが硬くなったら、フィルムは終わりです。フィルムを取り出します。底面のボタンを押してください。クランクを起こし、巻き戻します。いきなり、蓋を開けてはダメです。フィルムパトローネに、フィルムを巻き戻します。感触が軽くなったら、巻き戻りました。開けます。フィルムを現像に出しましょう。チャンネル登録をお願いいたします。